が。しやえそれは内緒です。ダメです、そのちょっぴり恥ずかしい理由なので。でも安心してください、私ちゃんとアイドルとして頑張るって決めてますから、中途半端なことにはしないつもりです。でもですね、私ナムコプロで一番お姉さんなんです。今から頑張ってアイドルとして成功できるものでしょうか。やっぱりそうなんでしょうか。どうしましょう、私失業確定ですか。そういうことなら私もお供いたします。なんだか安心できますね。まあ素敵ですね。そういうことなら私もお供いたします。あずさくんだね。穏やかで包容力もあってスタイルもいい。いや実に素晴らしい女性だよ。が少々方向音痴で、今日も近所で迷子になっているんじゃないかな。君探しに行ってくれないか。多分この辺りの地理はとっても複雑なんだと思います。ところでこんなところで私に構っていていいんですか。お仕事お忙しいんでしょ。じゃあ改めてよろしくお願いしますね。
目標ですか？そうですね、やっぱり私も女の子ですから、素敵な人を見つけて結ばれて引退して幸せな家庭を築き上げる、そういうことに憧れてしまいますね。その言葉を胸の内で何度も唱えるんです。ひよっことはいえアイドルなんですから、スタイルキープには気をつけなくちゃダメですよね。でもですね、私ナムコプロで一番お姉さんなんです。今から頑張ってアイドルとして成功できるものでしょうか。じゃあ信じちゃいます。まあ素敵ですね、そういうことなら私もお供いたします。おお、戻ったか。新たなアイドルにもきちんと挨拶できたようだね。うん、顔を見ればわかるよ。さて、今をもって君には2人のアイドルのプロデュースを任せたことにな。今後の活躍によってはプロデュースするアイドルの人数も増えていくことだろう。そこでだ、君がプロデュースするアイドルたちのユニット名を決めてもらいたい。もちろんアイドルたちは君のもとユニットとして活動していくことになる。君がつけるべきだろ。これからのナムコプロにふさわしい、実にいい名前だよ君。今日からはこのユニット名でアイドルたちをプロデュースしていってくれたまえ。今後のプロデュース活動だが、一人をリーダーに据え、その子を中心とした活動をしてもらいたい。が、リーダーとなったアイドルには常に君と共に活動してもらうことになる。リーダー以外のメンバーには君の采配でリーダーを支えるパートナーとして関わってもらう。まずは最初にプロデュースを決めたアイドルが君のユニットのリーダーとなる。そういうことだ。なお今週の君たちにはライブに挑戦してもらいたい。ライブやオーディションといったステージの仕事は
一人の力で成功させようとすると少し難しくなる。だがパートナーの力が加われば成功しやすくなるはずだ。詳しい話は後で音無君に聞いてくれたまえ。時に助け合い、時に支え合う。一人がみんなのために活動を行う。これこそがユニットの真髄だ。今週も君たちの活躍を期待しているよ。私からは以上だ。それじゃ、頑張ってくれたまえ。プロデューサーさん、2人目のプロデュースおめでとうございます。今週はライブ開催ですね。それではライブの説明をしましょう。ライブはオーディションの時と同じようにお仕事から選ぶことができます。ライブはお客さんを集めてみんなのステージを見てもらうお仕事です。お客さんたちを盛り上げることができればファンをたくさん増やすことができますよ。そうです、ライブはプロモーションと違って一人だとちょっと大変なんですけど、今回からアイドル2人のユニットになりましたから、お仕事にも複数のアイドルを連れて行けます。お仕事によっては参加できる人数が決まっています。今日のライブはちょうど2人ですけど、自由に選ぶときには気をつけてくださいね。きちんと参加メンバーを選んであげないとお仕事に出発できませんから、要確認です。私も行ってきますね。応援してますね。困ったことがあったら連絡するのよ。
ね。そんな気にしないでくださいね。当然のことですから。それより社長もライブ成功の連絡を受けてプロデューサーさんのこと褒めていましたよ。本当にお疲れ様でした。今日は疲れたでしょうからファンレターの確認をしたら上がってくださいね。おはよう。今日もアイドルプロデュースに励もうという顔だね。うん、感心感心。では早速だが、今週は君たちにフェスに出場してもらおうと思う。フェスは2組のアイドルが同時にステージを行い、どちらがより会場を盛り上げられるかを競う。まさにアイドル同士の真剣勝負、それがフェスなのだ。うん、
そのフェスを勝ち抜くため、今日から君には新たにもう一人のアイドルをプロデュースしてもらう。3人寄ればなんとやらだ。3人目のアイドルはユニットに大きな力をもたらすだろう。プロデュースするアイドルはもちろん君に決めてもらう。さあ、どの子にするかね。